大きな大きな先制点のチャンス、タイガース。そらした、ゴメスがホームに帰ってくる。1対0タイガース1点先制。ピッチャーデイビーズのワイルドピッチ、冒頭でタイガースが1点先制。今日はキャッチャーは中村ではありません、若い西田。野口さん、はい、このボールですが、そうですね、やはりちょっと反応が遅れてますよね、西田君ね。まあ、普段からね、こう何回も何回もキャッチャーやってるわけではない選手なのでね、時折ファーストを守ったりもしますよね、はい、そうですよね、この中村君が、ね、はい、主戦でこうやってるチームですから、はい、まあ、こういうミスは、まあ、織り込み済みだと思うんですけどもね、真中監督もね、はい、